like drinking Meishan Mount. Wow! No.宇治のエリアに来ましたね。ここはすごい広島では大切な存在があるんですよ。人気あるんだろ。人気ありますね。あっちの方行ったら、もう海立てまでやってるんですよ。本当ですよ。そういえば、宇治のというは、このボンベ、インド料理もすごい人気があるんですよ。本当に美味しい。ここインド料理は好きですか？いや大好きよ。いいね。Do you like Indian curry? Yeah! Rachel, すごい。彼の由来、どこから来たか？ Do you know where curry came from? やっぱりアメリカから来ました。いや、違うんですよ。インドだ。インドは、そう、もともとのカレーが、インドカレーがあるんですけど、イギリスから日本人はカレーを作ったんです。なんでっていうのは、インドカレー結構液体感じですね。みずみずっぽいな感じなんですけど、イギリスから来たカレーはすごい濃くしたんです。なぜというのは、海軍でそれをこぼさないように。確かにそうだね。日本のカレーってインドのカレーよりも少しこう、固まってるというところがしい。スープ状じゃない。So instead of the soupy curry, it's thick and they're still there on the spoon. カレーは何曜日食べるか知ってる？海軍の人たち。いや、What day of the week? わからない。カレーはね、金曜日食べるらしい。船の中にずっといると、今日が何曜日かわからんなるの。だってカレー食べる日が金曜日って。それでいい週が、カレーが来た。金曜日だ。ナイスアイディア。わ、カレーの話いっぱいして、ちょっと食べたくなってきた。じゃあ、行きましょうか。行きましょう。おいしいものやっぱりたくさんあって、すごい迷いますが、なんかおすすめありますか？はい、一番食べれるのはボンベチキンという。いいですね。おいしそう。ボンベチキンです。おいしそう。食べてみたいですね。ボンベだったら全然。これ本場のインドカレー。あ、本場のインドカレー。そうです。インド行ったら同じような。同じような。おお、すごい。へえ。はい。そうです。35種類のだいたいスパイス。35も。35 different spices in the Indian curry。全部辛い。いや、全部辛い。そんなから。なんか甘いものがあります。じゃあいいですね。じゃあ。ちょっと頼んでみましょう。はい。
広島弁講座を始めよう。重たい。標準語では重たい。英語では heavy。 この荷物重たい。もう一回言いましょう。お、重たくないじゃろ。そうなんじゃ。重たい重たい。あ、痛い。やめて。